諏訪湖にあります水諏訪湖さん、旅館に泊まらせてもらって、夕食の最初のコースです。説明お願いします。はい、ではこちらが先付けと蒸し物でございまして、まずはこちら温かいお料理、蒸し物、かぼちゃの茶碗蒸しでございます。先によろしければお召し上がりくださいませ。はい、他のお料理先付けでございますが、簡単にご案内させていただきます。はい、真ん中にございます黄色い器、下がお豆腐、上がお味噌を乗せた天国でございます。お隣の四角い器、こちらがキノコのおひたしでございます。そして先頭に行きまして、まず右から、信州サーモンの手まり寿司、レンコンチップスと、お隣のお肉はカノロースでございます。その上にございますお料理一覧でございますが、まず右から、うなぎのかば焼き、その下にございます、エビが、車エビでございまして、少し塩味がついております。そしてその下が銀杏、そして黒いお豆のようなもの、こちらがムカゴでございまして、最後が栗でございます。こちらの鶏皿にとってお召し上がりくださいませ。楽しみ、ありがとう。ではこちらがですね、もみじ鯛の水鍋をこれからこちらでお作りしてまいります。何の水鍋？鯛の一種ですか？はい、鯛の一種とか、もみじでございます。鯛でございます。はいはい、なんでもみじ鯛って初めて聞いた。じゃあ、春に取れるのが桜鯛でございまして、はい、秋に取れるのがもみじ鯛。はい、あ、そうですか。もみじ鯛、あ、だからもみじっていう名前の、うん、もみじだ。それをこうちょっとだけしゃぶってするんだ、うん、って言うんでしょ。いや知らんけど、どうするんだか。そうですね、今日はしゃぶしゃぶくらいで揚げてまいりますが、はい、もみじでございますので、うん、まあ鍋で食べれるもんでありますからね。そうですね、今日水鍋なのでお汁も入れてまいりますので、はい、しゃぶしゃぶくらいには揚げてまいりますが、だんだん火は通ってまいります。で、野菜とタエを今鍋で炒めるって、なんていうの、鍋って、鍋、あ、茹でる、そう、茹でて、鯛、もみじ鯛、もみじ鯛、もしゃぶっと作っていただきました。はい、全部美味しくいただきました。もみじ鯛の鍋でした。です、これから。こちらが失礼いたします。こちらが地元の安曇野のわさびでございます。安曇野のわさびですか？はい、新州産の大イワナ、後ろが新州産のでございます。大イワナ、大イワナっていうのはイワナの種類。はい、イワナの大きいイワナですが、新州の大イワナと新州のサーモン、はい、OK。秋サバ、うん、こちらに別注の料理を。あ、来た来た来た、よかったね、来た来た。諏訪湖で採れたワカサギの揚げワカサビ、天ぷらって言えばいいのかな、ワカサビの天ぷら。
信州そばでございまして、上にはからすみ、そば自体には大白マフラーがついております。少し混ぜてお召し上がりくださいませ。信州そば、何が新種そばで、この黄色いもんなんだっけ。カラスミでございます。カラスミ、うーん、大葉焼きって言うんですよね。そうですね、大葉焼きではございますが、お料理自体はほうろくを使っております。ほうろくを、はい、少し蒸して使っているので、ほうろく焼きというお料理。ほうろく焼き、はい、で、このお肉は何が入ってるんですか。鶏に変更させていただいております。はい、はい、ほうろく焼き、新酒のご飯でございます。これはすごい。え、鮭とイクラの土鍋ご飯。あ、すごいすごい。すごいし、でかい。鮭とイクラの土鍋のご飯。何のジェリー？シャインマスカットのゼリーです。シャインマスカットのゼリー。リー、うん、下のクリームがアンブレゼクリームというクリームでございまして、カスタードクリームの一種でございます。うん、ただこちらは甘さ控えめのクリームでございます。おいしくこちらで以上でございます。おにぎりは自給化してお部屋にお運びいたします。はい、この後お部屋の方におにぎりをお届けいたしますが、はい、すぐ無料露店ですとか自宅側の方に行かれる。